ご存知でしょ、ドローン社、はい、あれをあの技術で、それを奄美のサネンガミ、あのサネンガガミユってじゃない、なんだっけ、サネンバナユってミサギミが歌うでしょ、あのサネンの紙がこのこれの素材、サネンガミ、うん、そのサネンガミで定置輪と泥に染めて、そして、うん、後でこの塩化ビニールで形を作って、それに貼ったものをこういうふうにオブジェ風にしたんですね。で、火の精霊、水の精霊、土の精霊って分けて作ったの。本当は最初私はもうなんか頭でこういう作品、こういう作品って考えてたんだけど、実際奄美の定置儀をこう本当触ってると生きてるんですよ、本当に精霊なんです、本当に。もあの江原のりゆきとか言いますじゃないですか、はい、あの人たちが占いし、ま、見えますよね、はい、あのようにこの定置儀たちは液体をどんどんかき混ぜると泡立ってきて、その泡立ちがさらにこう気体になって、それがさらにもう細かくなっていくと、本当に最後はオーラになっていくわけだけど、それをずっとかき混ぜたものにこう三年紙をつけて、こう泡の中を引き上げたらね、もうその人の生態が映っちゃうんですよ。占いできちゃうんですよ。それくらいすごい神秘ですよ。だから、あ、私はもう絵を作るんじゃなくて、この精霊たちが天から降りてくる、守ってくるよりしろを作りましょうっていう気持ちになっちゃったんです。田中一村がああいう形で、その奄美の精霊たちをああいうふうに描いてますけど、私はその波動界をそのままこう、もうオブジェよりしろにしたんですね、うん、一緒に撮りましょうか。そうですね、どうぞ。あ、いえいえ、ご自分もこう撮っていていいですか。水、あの一つ聞いていいですか。風はなぜ、なんかこう土、火、水ときたら、うん、風が出てきそうな気がしたんですけど、五大要素として、うん、宇宙のその中からこの3つを選んだ理由は、あ、私はまず、宇宙包含の神々のそういう創世記のイメージとして、まず火と水、まず一番の根本は火と水だろうと思ったんですね。そして奄美っていうのは非常に土、どうして土かっていうと、泥が、泥島があるっていうことでもありますけど、鉄分、奄美の泥がどうしていいかって、とても鉄分が多いと。そして最近の科学の進歩からによって、今まで地球の一番の中心はマグマ、高温のマグマだと言ってましたけど、そのマグマの奥には海藻のゾーンがあって、さらにその奥の一番の中心核は鉄だったと。
そしてその鉄が一番の中心から地球上の表面まで発光というか、まあ出てきて、それでそれが地球の生態圏を、地球を守ってるっていうことを新聞で読みまして、ああなるほど、奄美はこの奄美というと鉄なんですよね、鉄の泥なんですよね、だから奄美が非常にこうその鉄分というその土が伝統工芸品としてずっと残ってるっていうことは、この土の精霊、土っていう一番の母体、地って天の地ですよ、天ということは奄美の言葉では天と言います、太陽のことは地だ、だから地地だから天の地なんですね、地地は地地と泥が奄美の母体になっているということは、もう絶対火の精霊、水の精霊、土の精霊、私が前パリ、私30年パリの生活してます、あちらで芸術活動もしてまして、3年前帰ってましたけど、そうしましたらパリに私がこのボトルに建築の赤い液を入れていって、あちらで展覧会するときに多少必要だと思って持って行ったんですけど、5、6ヶ月寝かせてたらもうすっごい臭いんですね、それでフランス人が訪ねてきた、フランス人の男性がドアを開けた途端、もう匂いはもうどんな窓を開けても強くて、わ、この匂いは女性の生理の匂いですねって言われて、あ、鉄分だから、だから私ははっ、その一瞬はっと思って、わあそうかって、やっぱりって思った、定義的は奄美のは言葉って言葉まで理解すればもう宇宙の画数帯にピタッとはまってくるのがすごく多いんです、だから私はあ、定義的か、天の地、人間に血がない、血液ないと生存できない、肉体次元では生存できない、同じようにこの地球のを守ってるそのオーラこそ、その鉄分に含ま、地球の一番の近くが鉄ってなってますから、守ってるそのモードが神々にとっても、神々といっても宇宙創造の右利のそういう中心的なこの地球の生態系を保つためのその元素が生み出されている場所が絶対私はこの地球上にあると思うわけですね、だからどこかでそれを生産製造して新しい原子核をどんどん生み出している場所があるはず、私は多分奄美っていうのはそういう位置づけを地球上でしてこそ奄美の本体が見えてくるんじゃないかなと、私はこの度パリ30年ぶりに帰って本当の自分の芸術の出発点が今ようやく私を迎えてくれたような気がしたんですね、それがこの初めての奄美での作品の発表、それをあなたがこうして写してくださってありがとうございますですあー素晴らしい、生存、沖縄とか他のところのような依存とかさせないように、この生態系に人間が踏み込んでこないようにこういう毒ハブをこう置いていると思いますよ、だから奄美がなかなか観光ができない、取り残された島なんて言ってますけど、沖縄は奄美を守る砦になってると私は見てます、ある意味でいいところがきっとあなたも来られてくださったんですね、よかったですね、はい、よかったです。